フィリップ・ホフマンは、ドイツノルトベストファー練習、アルンスベルク出身のプロサッカー選手。カールスルー SC 所属。ポジションは FW。いくつかのクラブを経て、2009年に、シャルケレイ4のアカデミーに入団。2011から12シーズンは、リザーブチームで24試合に出場し、6ゴールを決めた。2011年12月14日。 UEFA ヨーロッパリーグのマッカビハイファ、FC 戦でトップチームデビュー。しかし、シャルケヌトップチームでプレーしたのは、これが最初で最後になった。2012-13シーズンは2、ブンデスリーガの SC パーダーボルン07に、2013から14シーズンは FC インゴルシュタット04に、レンタル移籍した。2014年6月5日に、2、ブンデスリーガの1、FC。 カイザースラウテルンに完全一席。2015年7月23日、エフルチャンピオンシップのブレントフォード FC と3年契約を結んだ。2017年6月13日、母国ドイツに帰国し、SPVGG グロイターフィールドと3年契約を結んだ。2018年1月23日、アイントラハトブラウンシュバイクに移籍。二千十九年六月十一日、 カールスルーエースシート2年契約を結んだ。2019から20シーズンは36試合で19ゴールを決める活躍を披露し、チームの2、分で3スリー,ー残留に貢献した。各年代でドイツ代表に選出されている。2015年には U-21 代表の一員として、チェコで開催された UEFAU-21 欧州選手権2015に参加した。 ありがとうございます。